日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。魔界戦記ディスガイアの方、やっていきましょう。今の合ってるよね。合ってる。前回のね、続きで撮っております。で、前回からね、フロンちゃんがね、味方に加わりました。で、レベル5で、まあ、いい感じの杖も持ってるし、いい感じのね、その回復技持っているんですが、回復要員すでにいます。ネムさんですね。回復できます。で、魔法使いもね、すでに3人いて、で、しかも、アイナがね、アイナのレベルが5になったら、星魔法使いをね、星魔法使いの名前何にしようかな。うん、考えてなかったな。考えてなかったんですけど、星魔法使いをね、作る予定なので、弟子にする予定なので、フロンちゃんの出番も多分ありません。フロンちゃんファンの方はね、申し訳ないですが、育て方がね、いまいちよくわかんないっていうのもある。でね、人型のキャラってね、割とね、その、ストーリーで仲間になる人型のキャラって割とその、あれなんですよ。特にこの序盤の3人、ラハール、エトナ、フロンは、ウェポンマスタリーがね、ウェポンマスタリーじゃないわ。装備適性がね、100%、全部 100% と結構中途半端なんですね。まあ、装備適性、まあ、装備適性じゃない、ウェポンマスタリーは上がりやすいんですが、S なんでね、上がりやすいんですが、まあまあ、S の人を魔法使いと同じぐらいなんで、まあさすがに杖5人も6人もいらないでしょうということでね、フロンちゃんは多分、下の方でね眠っておいてもらいます。暗殺者はどこです？この私が焼きを入れて差し上げましょう。はじめまして、私が暗殺者として魔界に派遣された天使見習いのフロンです。どうぞよろしくお願いします。あ、これどうもご丁寧に。まあ、魔王女のね、悪魔に対しても親切だと。金がなければ奪い取る。便利。そうですね、プリニーたち、エトナの、部下のね、プリニーたちの給料をね、取りに行くと、いう感じですね。そういう話でした。で、まあ、そのね、次のところ行く前にあることするんですが、それやって次のステージの最初だけやってから終わろうかな。今回はそこまで行きたいなと思います。というわけでね、エトナちゃんはお手洗いです。天界からの訪問者、天界からおかしな電子がやっていた。魔王様を暗殺するよう大天使に命令されたらしい。魔王様は2年前に死んじゃったのに間抜けな天使だ。いずれにしても私の計画を邪魔するようなら消えてもらうことになるだろう。というわけでね、エトナの記憶です。暗殺者の正体は天使だったんですって。世も末ですね。あ、でね、このガーゴとか、あの向こうにいたね、魔法城の住人っていうのもね、あの単なるモブキャラではないんです。重要なね、魔法城のね、人なんで、人じゃない、魔物なんでね。後々わかると思います。ここら辺ね。ゴレックとか、マンティとかね。ドラッチとか。今、ガーゴとあとゾンちゃんですね。この最初にお金くれたゾンちゃん。ここら辺はね、割と重要ですね。で、なんか、誰かなんか新しく作れるようになってない？あ、来ました。盗賊がね、作れるようになってる。この辺まだ転生まだかな。あ、で、レベルがね、上がっていくとこうやってね、後ろの方も作れるようになります。で、でですね、重要なのは、どこで開けてもいいんですね。どこで開けても。今これいくつだっけな、いくつか忘れたんですが、まあまあ、
レベル5まで上げれば後ろのあれが出てくるのかな。こうやってね、ある一定のレベルまで上げると後ろのキャラが出てくるんですが、初代だとこの格闘家の時点で上げても、師範代の時点で上げても、その次のね、その何か忘れましたが、次の、クラスが出てくるまで、レベルを上げてしまえば、この一気にね転生することができるんで、まあもう最初の方で上げてしまうっていうのがいいですね。まあ天才素質がねあって、これ転生まだか。転生のシステムについてね、ちょっとお話ししたいんで、ちょっと昇格試験受けましょうか。昇格試験いけるか、まあ、いけるか。プレネールさんだよ、いけるよ。よいしょ。プレネールさんはね、舐めてはいけませんね。プレネールさん強いですから。あー、大丈夫。次のターン倒せるから。で、毒で多少削られようとも、セミさん落としでね、倒せます。大丈夫です。転生、あ、ちょっと待って、転生って議会ランクいくつでできるんだったかな。3だったらちょっときついかもしれませんね。ほい、3だったらちょっときついかもしれない。ステータス、で昇格試験はね、別にあれだ、あ、ここら辺か。メガネとかベルト、靴、ヒットを上げるやつと、アタックを上げるやつと、あとスピードを上げて移動のマス数とかも増やすやつですね。そういったものが、買えるようになると。で、ちょっと待って、アイテム、まだこんなもんか。ちょっと待って、全部持ち込んで、ここら辺のいらなさそうなもの全部持ち込んで、議会に入って、ここら辺の議題を可決しておきましょうか。まあ、賄賂を渡す人がいるんなら、13、いい。この人に、あげたいな。割と欲しそう。OK。この人もちょっと買収しておきたい。ケムシ団子は欲しいな。かんだかんだ。いただきハンド。OK。OK。こうやってね、議員をね、買収していくんですね。他に、OK かな？これでいけるんじゃない？いける。力ずくで説得もできるんだけど、諦めましょう。まだ力ずくで説得するだけのね、あれがない。力がない。靴買いたいな。靴だな、先。そういえば。ベルトとかメガネはね、なくてもいいんですよ。正直言ってね。ただ単に、ステータス上げるだけなんで。ステータスを上げるだけなんで、そんなね、いるもんじゃない。そこまで重要ではないね。回復アイテム全部なくなったんだけど。あ、ちょっと待って、ゾンバルトに、やばい、ゾンバルト議員の存在忘れていた。いやー、ゾンバルト議員でひっくり返りますから。あ、おー、よしよし、ゾンバルト議員が可決、賛成してくれましたね。これで買えるようになったんだけど、ちょっと待って、もっと高いものはマナがないか。まあ、いっか。ちょっとね、靴はどこで買える？スリッパ。あー、高いな、結構。ちょっと待って、スピード絵がめっちゃついてる。めっちゃついてるんだけど、EXP 増加の方がいいかな。
イノセントのね数に応じて値段ちょっと変わってくるんですけど、ちょっと EXP 増加にしときますか。単純なステータスよりも。でよ、フレネールさんにつけておくと、ほらムーブが6になったでしょ。ムーブがね、このムーブとジャンプが変わったでしょ。これがね、次行くところでは重要になってくるんですね。お金ないからまだいいや。セーブしといて、ちょっと待ってくれ。なんかいろいろと買収しちゃったからな。でもこの時空の渡し人のシャルロットさんに話しかけると、早速この辺りで一番お金を持っている悪魔を見つけました。しかしバリアが張られているため時空ゲートを開くことができません。ではどうすればよいのだ。ゲートを開くための鍵を用意してください。鍵？はい、閉ざされた時空ゲートをつなぐには特定の条件を満たす必要があります。このゲートを開くための条件は、殿下がレベル10以上のアイテムを装備していることです。殿下がレベル10以上のアイテムを装備、なんだか偏った条件ですねと。でアイテムのレベルを上げたいときはアイテム会へ行かなければなりません。あらかじめ申し上げておきますが、ランクの高いアイテムのアイテム会は強敵がうじゃうじゃいます。無理をせずにコモンソードあたりのアイテム会に行った方がいいですよ。ではお気をつけて。時空の渡し人がデールをくれた。デールっていうのはですね、アイテム会っていうのがねあるんですが、そこでね、なんか階層構造になっていて、10回ごとに脱出できるんですが、途中でね、脱出したいなってなった時にこのアイテムを使うとすると、途中でね抜け出すことができるという感じですね。でアイテム会屋って言っちゃいいかな、ディスガイア5と混じってる。アイテム会のイブちゃんに話しかけると、いらっしゃいませ、ここはアイテム会の案内所。アイテム会は魔界でも一の争う危険地帯。未熟者がうかつに足を踏み入れると命を落とすことになります。毎回地形、ジオパネル、ジオシンボルが変化するので、場合によっては進路を断たれることすらあります。脱出アイテムを持たずに入った時は責任は持てませんので、足からずフフフフと。いうわけで、まあいろいろあるんですよね。でアイテム会はそのアイテムのレベルを上げますと、まあ言うのでね、まあまあいろいろある。で、アイテムのレベルはね、階層を進めていくごとに上がります。全滅とかしなくても大丈夫。で、重要なのが、このイノセントですね。イノセント関連は結構重要なので聞いておきましょう。アイテム界にはね、2つの住人がいると。ノートリアスっていうのとイノセントっていうのがいる。アタックやデフやとかね、ディフェンスやとか。さっき言ってた EXP 増加とかもね、イノセントです。アイテムのアイテム界のどっかに、アタックやディフェンスを加算するイノセントが存在していることを示しますと。そうですね。で、第三勢力で出てきますと。で、アイテム界の中で、そのイノセントを見つけて倒すことによって服従してくれると。で、服従すると、その値がね、倍になる。値が倍になる。例えばアタックや4がいたときに、そのアタックや4のイノセントを倒すとアタックや8になるということでね、倒せば倒すだけそのステータスアップのね幅が上がるという感じですね。で服従させると別のアイテムへの移住が可能になりますと。アイテムを移住、イノセント移住することによって、その育てたいアイテムに、イノセントを移住させることができると。で移動させたり合体もさせることができると。これは、合体をすることによって、例えばですね、未服従のイノセントがね、さっきのスリッパみたいにスピード屋が3人いると。3体いると。3体いるときに、3体とも倒すのめんどくさいから合体しちゃって1体にしちゃおうと。1体を倒すだけで十分っていう感じにしておこうみたいな。そんな感じですね。で、未服従のイノセントも合体できたと思います。で、未服従のイノセントと服従しているイノセントを合体すると、未服従のイノセントになりますね。うん。その時の、
値に関しては未服従の状態で計算されます。うん、例えば、服従しているアタックや10と服従していないアタックや、4とかがいたりすると、そいつらを合体させると、服従しているアタックや10はもともと服従していない時はアタックや5だったんで、5たす4で服従していないアタックや9になると、そういった感じですね。で、まあ、レアリティも重要ですね。アイテムのレア度を表しますと、アイテムステータスに表示されているレアリティ値が低いほど価値があり、珍しいアイテムという意味ですと。レアやレジェンドと呼ばれる非常に希少価値の高いアイテムもあります。レアレジェンドのアイテムは能力値も高く、人口許容量も大きくなりますと。またアイテム界の階層も深くなるので、その分レベルを高くすることができますと。コモンアイテムですね。コモンアイテムに関しては、どれぐらいだっけ、30回までかな。コモンアイテムが30回まで。で、レアが60回で、レジェンドがね、100回まで潜れると。で、そして、なんだっけ。そしてですね、ちょっと待って。高いもの買えないか。まあまあいいや。じゃあ、ちょっと待って。病院で、ちょっと何かもらおう。何かもらって、そいつに入りましょうか。インペリエルもらおうか。アイテムインペリエルもらったかな。あれ、あ、めっちゃもらってる。全部もらっちゃった。ただここら辺ブラトーブとか高いんで、ね、高いというか強いんで、まあまあ置いといていいでしょう。で、まあ筋肉は HP ですね。 HP を上げるやつ。インペリエル界に入りたいんだけど、何の話だっけ、忘れちゃった。なんかいろいろやりすぎて。まあいいや、入りましょう、アイテム買いに。ちょっと待って、回復アイテム、ちょっと欲す。回復アイテムを欲している。あ、そう、レアリティか、レアリティの話ですね。レアリティ、あ、そうそうそう、レアリティがね、高ければ高いほど、このポップ数っていうのが多くなると。で、ポップ数が多くなると何が嬉しいっていうと、アイテム界のね、10回ごとにボスキャラがね、いるんですが、そのボスキャラを倒した時のステータスアップの幅が、その入れていた、このアイテムの中に入っていたイノセントの数に応じて決まるわけですよ。なのでインペリアルに、例えばね、今SP 屋とディフェンス屋がいますが、これに、ディフェンス屋を4人詰め込んだ状態でボスを倒すっていうのと、3人詰めた状態でボスを倒すのだと、4人入れた方がその時のステータスのアップ幅がね、大きくなるというのがあるんで、ポップ数がね、大きいものの方がより強いアイテムに成長させることができるというわけでね、まあまあ説明このぐらいにしていきましょうか。もうここら辺手に負えないです、ブラッドオーブとかね。じゃあインペリアル界に行きましょうか。ちょっとね、インペリアル界で難しければ、筋肉マッスル会に入ろうかなと思います。それじゃあやっていきましょう、インペリアル会。BGM はまあまあこれでいいや。よいしょ。さあ、というわけでね、やっていきましょう。こんな感じになってますね。ちょっと引きで見れるか。
でこういうところにね敵がいたりします。で防御力 100% とか防御力プラス 50% とかねいろいろあるんですが、こいつをねいちいちねやってるとねめんどくさいんで、ここら辺はもう無視でいきます。なのでここのゲートキーパーを倒していくと。でここでねこのあれですね、時空ゲートっていうんですが、ここ、この時空ゲートの上にいる人のことをね時空キーパーと言います。でここで重要になってくるのが私の5のリスガイ5のね実況見ていただいてない方はちょっとしくじったまあいっか残っちゃった話になるんですが、あれですね、ちょっと待って、前までというか5ではこういった時空ゲート5ではスキップゲートって言ってたんですけど、そこまでこのジオパネルの効果って及ばなかったんですよ。だから無敵とかがあった時にここにね無敵とかねたまに出てくるんですけど、それがあった時にどうしようもないと、一応どうにかなる時もあるんですけど、どうにもならない時もあると。1だけ残ったら、ちょっと一応貴重な経験値源なので倒しておきましょう。よいしょ。OK。これで星魔法使いが作れるようになりましたね。キャラメイクができるようになって、あ、結構食らうな。OK ですね。ボーナスゲージは全然溜まってないな。どうしようかな。プラス50が乗ってるのは赤いパネルかな？赤いパネルだね。ただあれを消しに行くのはちょっと時間かかるんで。あれ？あ、いやいや、強いか。びっくりした。弓かと思った一瞬。何が弱いんだ？風か。風に弱いのか。ちょっと待って。ここに置いといて、ウィンドウですね。よいしょ。OK、倒せましたね。で倒せたのでこうやって、時空ゲートに乗ると。 OK。 いやー、いっぱいいますね。全部ね倒したら、全部倒した時にこのボーナスがもらえます。いや、欲しいんだけど結構ね、結構強いのよ割と無謀なことしてると思う。で、どれぐらいになるんだろう。10回まで行けばいいんですけど、はい、アイテム界ですね。今入ってるインペリアルは、ランク5のアイテムになっていて、10回まで行かなきゃいけないんですけど、そこのね、ボスのレベルは14ですね。圧倒的にレベル差、このレベル差を埋めていかないといけないっていう。相当きつい。まあまあまあ。ここら辺の魔法使いのちょっと訓練場みたいな感じでね。回復 20% ある。ファイヤー。ただ SP もね、抑えていかないといけないんだよね。ここら辺は。ただしかし、ちょっと、まあトレーニングも兼ねてね。倒れないな。こういう時はエトナとかでね、敵強化 50% があるのか。よいしょ。 OK。 こうやってねレベル上げ、育成にもね使えます、このアイテム界は。あ、来ました。イノセント遠いな。で、重要なことが、
このイノセント第三勢力なんで、今ここ、この孤島に敵がいないんで、いいんですけど、ここに敵がいる場合は、その敵とね、争いを始めてしまうんですよ。で、そうするとどうなるかと言いますと、大変なことにね、ちょっと待って、大変なことにですね、まあ倒れてしまうこともあると。もしね、もしなんだっけ、もし、あ、ちょっと待って、全然食らわない、まずい。もしそのなんだっけ、範囲外、もしそのイノセントがね、ノートリアス悪い住人に倒されてしまった時はどうなるかと、そういう時はね、もう仲間になりません。仲間にならずに、ちょっと待って、いけるか、いけないな、いけねえな、もう一回投げよう。OK、仲間にならないので、こうやってねスキップすることが大切。遠いな、もうこういう遠い時はもう素直にですね、一ターンで倒せる自信がなければもうスキップです。うん、なんとかね気合い入れてタワーをね作って、タワーもね作れるんで、こうやってね、まあ、こうやってうまいこと投げを駆使しながら、今の必要なかったね、斜め投げ、まあまあ斜め投げの練習とかもねしつつやっていくと。このアイテム界は遠いな、遠いな、遠いなあ。ちょっと待ってくれ、これ投げでつないでいけるか。いや、つないでいったとしてもあれなんですよね。いや、きついな。いや、もうここは苦渋の決断だな。デール使いますか。戻ります。まあこんな感じでね、アイテム会を進めることができると。ちょっと待って、やっぱさ、つらいわ。今これ、このインペリアルがさっき潜ってたところなので、誰に装備させようかな。まあ、プレネールさんでしょ。装備しといて、もうちょっと楽なアイテム界潜りましょう。もっとね、楽なアイテム界に潜りたいね。筋肉発生、筋肉マッスルでしょう。これかな。HP 上げるやつ。これはね、ここは楽だと思う。まあ多分ね、そんなね、アイテムもっていうか、しくじったな。まあいいや。まあまあ、ここら辺はもうプレネールさんで無双していきましょう。よいしょ。タワー組んで、投げを打っていくと。投げマスの強化とかもできないんでね、初代は。回避とかついてないよね。ここはもう余裕ですね。で、このアイテム界を進むのに盗賊とかがいるとね、非常に便利なんですね。6マス投げが使えるんでね、6マス投げが使えるキャラって盗賊とゴードン、この前も言ったと思うんですけど、その2人だけなんで、
非常にね、その盗賊っていうのが重宝するんですが、まあ、使うのはね、盗賊使うのは、盗賊じゃないといけないところだけなんで、まあ、一応メイキングしといてもいいかもしれないけど、まあね、まあまあこれ出たらメイキングしようかな、盗賊。ゲートキーパーがいますね。風、で魔法はね割と高いところまで届くので、あらあらら、ワープはあの文字通りターン終了後にあの同じワープって書かれてるところに飛ぶって感じですね。よいしょ。イノセントがそこにいるけど遠いな。ちょっと待って、ちょっと上がれるこれ。フレネールさんでギリ。意外とねジャンプ力低いのよね、みんな。みんな低いのよ意外と。これ魔法通る？通るか、一応。通るから。フェンデさん持ち上げて投げられないよね。ここは？ここも無理か。高さ29。ちょっと待って。これあれか、エトナだったら。いけるか、投げられるか。いけないわ。高さちょっと待って、どんどん6、12、42、だから36、無理か。あ、ここならいける。でこっからこうですね。 OK。 あ、イノセント倒すの忘れてた。まあまあいいや。ちょっと遠いけど行きますか。プレネールさんの射程範囲に入れないね。入れない。入れないんで、まあ、つなぎですね。つなぎで、こうやってこう。敵をかわしつつ。よいしょ。こう。こう。20% のところに置こうかな。 OK、 ターン終了。これであのイノセントは服従しましたね。まあ、格闘家は反撃回数が多いと。まあ、回復 20% に乗ってるんで体力も回復できるよという感じですね。ここら辺プレネールさんにこう銃とか使ってもらいつつ、ウェポンマスタリーも上げていくって感じですね。で、どうしようかな。戻ってこれる？来れますね。この人は何に弱い？アイス。ならば、アイラの出番だ。で、投げて。よいしょ。よいしょ。クールと。範囲外です。まあ、ちょっと移動して、回復のところに置いといて。よいしょ。あー、倒れないか。まあ、こうやってね、ちょこちょこ稼いでいく。っていうのが大事ですね。で、これ倒せば、ボーナスカニバサミが手に入るんで、これをね、売っ払って、生活の足しにすることもできると。まあ本当ならジオシンボルとか破壊した方がいいんだけど、まあまあクリアしたらね、ほう来た無敵。沈黙は特殊技が使えなくなります。だからここもやることは一択で、これ敵にぶつけて消せたよね確か。しくじった。完全にしくじったぞ。あ、まあ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 。あ、でもあれか。どうせ変わらないわ。
ここら辺に沈黙か。あ、で自分のベースパネル上だけは安泰です。色変化禁止載ってるんで、ここにここでやっといたら赤になって、赤になるだけか。やばいな、やっちゃった気はする。あ、まあまあ青に乗っとけば大丈夫か。でアイスとファイヤー、アイスが使えない。クールファイヤー、よいしょよいしょ。あれ意外とあるね体力。ゾンビって意外と体力あるんだよね。ゲートキーパーがもし邪魔ならこうやって三連撃とかみたいな拳技でねどかすこともできるというのをね、まあ一つアイテム界を渡っていく上では重要だと。あ、難しい。この短いところの斜め投げがねめちゃくちゃ難しいんですよこれね。なのでこういう時は2人出して行きましょう。持ち上げる、投げる、 OK。 いやーいいね。あー、こういうのがね一番優しい。こういうの優しいね。ゲートキーパー倒した後に速攻で移動できるんで、ね、よいしょ。で次はこっちか。結構離れてんな。あ、でもプリネールさんだとちょっと待って、意外と低いんだよね。なキャラが増えすぎて、増えすぎてっていうほど増えてはないけど、フレネールさんで、こう投げて、うらーしくじった。斜め投げしようと思ったんだけど本当は。オッケーオッケー。あ、ここ人数少ない、経験値プラス50があるんで、こういうところは積極的に倒しに行きましょう。でこれ敵が乗ってた時に経験値プラス 50% ってことなので、ディフェンス強っ。こんな強かったか。え？ああ、いけるいける。ウィンド。よいしょ。倒せる気はしないけど。まあまあまあ。ゲートキーパー。ゲートキーパーってその強いとこあったっけな。57。ファイヤー、防御が高いんだよね。食らうか、7、4しか食らわない。じゃあエトナですな、飛来神。ちょっと食らわなすぎてちょっと引くレベルだけど、三連撃ならいけるでしょ。よいしょ。あ、ちょっと引いてる。プレネールさんならいける。余裕。それは余裕。あれ？そいつも残ってたか。
まあまあまあ。単独で倒したいな。よいしょ。よいしょ。OK。お、いい弓を手に入れたね。レジェンドの弓を手に入れましたね、今。装備をね、変えることができる。これどっちの方がいいんだ ?22。あ、こっちの方が圧倒的にいいね。あ、いいよ。いい感じ。で、あ、ダメージプラス 20% か。囲い込むことができれば、勝てんこともない。非常にせこい作戦ではありますが、まあね、あの無理な時は無理に倒す必要はないです。正直ね、正直無理に倒す必要はないです。このアイテム将軍をね、プロテクター持ってるのか。手ないよね。ハンド系アイテム持ち込めばよかったな。ハンド系アイテムっていうのがあってね、その相手からね、盗むことがねできると。荷物を非常にね便利です。やばい、これがね厄介なんだよな。地獄の粉、でもプレネイルさんで倒してそのままゲートインするか。できない。あーあーああ、この人か。何に乗ってる？何も乗ってない。ファイヤー、道を開けといて行ってもらいましょう。よいしょ。こうやってね10回ごとに魔王城に戻ることができるんですが、ちょっとね重要なことを忘れていましたね。10の倍数回で、そのボーナスにねデールが出てくるんで、最初に、そのデールを取っとかないと後々ね、もうあのもう今もうすでにデールがないんで、あの大変なことになると。次ねアイテムから戻った時にもうリセットせなあかんなっていうことになるんで、まあね、あのやる方は、これからやる方は絶対にね10回ではしっかりデールをね確保しておくようにしましょう。ちょっと装備いじりましょうか。ブラッドオーブ、まあまあここら辺にコモンダーク最高部持たしといて、でラハールさんにマッスルをね、筋肉マッスを持たせないといけないと。ラハールがね、まあ、あのつけてることが前提なので、デートナーにもなんかつけておきたいな。筋肉ハッスル？ハッスルする？ハッスルしようか。デートナー。で、まあまあ、もう一回回復しといて。ああ、やっぱヘルがない。全然ヘルがない。まあ、次のね、次のステージ、やっぱお金がいっぱいあるところなんで、そこでヘル稼ぎしようかなと思います。これで OK ですね。あ、殿下、ちゃんとレベル10以上のアイテムを装備していますね、と。移動可能なエリアに成金城を追加します、と。これで OK ですね。行く前にラハールさんから、せっかく育てた筋肉マッスル取り上げといて、あ、これ外す。外しといて誰につけようかな。アーチャーのルリにつけておきましょうか。 OK。 よいしょ。あ、また景品が増えてる。まあまあいいや、これは。でセーブして、今どんなもんだ。あ、結構やってる。アイテム界ちょっと早増ししてるかもしれませんが、最初だけ行ってね、終わりましょうか。成金城、
ブルジョワ入り口行きたいと思います。あ、ここでもなしか。まあまあそれだったらいっか。ここにね、いるのが格闘家師範代たちです。ファイヤーとか持ってんだね。ここら辺がね、意外とね、稼ぎに良かったりするんだよね。よいしょ。待って。普通に攻撃してどれぐらい食らうんだ。ああ、いけるな、持っていけるな。さすがインペリアル2個積みは違うね。一文字スラッシュはちょっと予備動作が確保できないじゃない。竜巻ハリケーンでどれぐらい食らうんだ。ああ、倒せますね。で、炎。炎といえば、愛花ちゃん。愛の炎と書いて愛花ですからね。うん、他の二人は知りません。よくわかんない。適当すぎるもん。よいしょ。オッケー。ちょっとレベル上げもしたいんだよな。まあそれは次行こうかな。次の、とりあえずこのここを終わらしてからかな。ここのステージ、本当はねここら辺の人たちに応募とか持たせたいんだけど。よいしょ、うさぎさん落とし、いいね。このステージね、ワンサカ敵いるところとかもあるんで、この成金城ね、まあ、非常にね、経験値稼ぎ、お金稼ぎにもいいし、そういったところですね。ちなみにこれ何が効くの？炎？アイス？炎と氷。徐々に進撃をさせていきましょう、魔法使いたちも。魔法使いの出番あるかどうかは分かんないけど、30、意外と食らうな。ミスミス、反撃、この師範代を倒せば非常にいい気がする。非常に経験値いっぱいもらえそうな気がする。 OK OK。 この人ファイヤーだよね。倒せるかな、2人で。よいしょ、ドンドン。いやー倒せないか、倒せないな。あと23残った。エトナの飛来心で倒せるかな。よいしょ、うおー1だけ残ったか。こういう時ね迷うんだよね。ルリで行きましょう。ルリで、よいしょ、 OK。 というわけでね、クリアとなります。ステージ回復できる。あー、ほらほらほら、意外とヘル溜まったでしょ。さっき2桁だったけど、500ぐらいまで余ってるのでね、成金城、お金もねたくさん手に入るし、経験値稼ぎにもねいいマップだと思うんで、次回で成金城終わりかな、終わらそうかな。次回はね成金城攻略していきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。